野村小道作。池田大輔捕物全集より。回答黒雲。一。池田様。とうとう追い込みました。御用聞きの源太は年甲いもなく、すっかり興奮して池田大輔のお長屋に。 はずんだまりのように飛び込んできました。それは、享保十二年の早春、まだ松が取れたばかりの、ある寒い朝のことです。何を追い込んだのだ大介は、朝の食事の前後を押し合って、自分の茶を入れながら、玄太を迎えます。お美のはお勝手が忙しく、今ではこの矢の者の,のようになっている、 雨屋のセンタ少年は、縁側にトグロを巻いて、朝の薄い日差しを楽しんでいる様子です。黒雲でございます。去年の秋から江戸中を震え上がらしたあの大泥棒を、とうとう、金杉四丁目の二平長屋に追い込んでしまいました。毎日取り逃しては一大事。 ぜひ池田様のご出役をお願いして今度こそは首玉へ縄をつけてその面相を見なきゃなりません。では早速出かけよう。しばらく待ってくれ。池田大輔はすぐさま衣服を改め十分用意を整えて、玄太と一緒に出る気になったのも無理はありません。この黒雲と異名を呼ばれた泥棒ばかりは残忍で横着で、 恐ろしく欲張りで、体が軽くて、江戸中の憎まれ者になっていたのです。泥棒にもいろいろですが、黒雲はその中で一番太刀の悪い泥棒で、三百の銭を取るためにも人の命を取ることを何とも思わなかったでしょう。塀を越え、梁を渡り、壁をよじ、天井を走ると言われた恐ろしい軽傷さと、 どんな貧乏人からでも最後の一門までも奪い取る告白無残な泥棒ぶりは江戸っ子の憎しみを買って、中には黒雲を取った者は五十両の褒美を出すといった被害者の商人があったり、黒雲の追い込みにはいつでも瀬古になるという野獣馬の義勇隊も少なくはありません。その商人というのは日本橋の大棚の主人で、 黒雲は押し入って現金の獲物の少ないのに腹を立て、店の商品のうちでも高価でめぼしいものをめちゃめちゃに叩き壊して逃げ去ったというのです。うべ黒雲の野郎が場所もあろうに薩摩採掌様のお屋敷に忍び込みました。あの野郎のことですからどこをどうくぐったか、殿様のご身長近くまで入ったところを、殿井のの衆に見とがめられ、 兵を起こして御主殿前に逃げ出し、とうとう金杉まで追い詰められ、今度こそは手取りにされることと思いましたが、三丁目から四丁目に入り、陽前寺裏へ抜け、二平長屋の軌道を入って、それっきり姿を見失ってしまいました。玄太は、お隙屋橋から金杉への道々、こう話し続けたのです。 追っかけた人数は薩摩様のご家来が2、30人、それから町々の地震盤から駆けつけたり、見回りの同心、北田金之助様と、私どもが2、3人、他に野ジ馬が5、60人、いやあ、もう大変な騒ぎでございました。それだけの人数で捕まえかねるというのは、いささか不甲斐ないことではないか。池田大輔が、 こんな激しいことを言うのは珍しいことですが、怪盗黒雲のこの間からの調領には、さすがに池田大輔も腹を据えかねていたのでしょう。そうおっしゃるのはごもっともで、全く不甲斐ないことでございました。野獣馬や薩摩様ご家中の者には黒雲の姿を見た者も大勢あり、一度は逃げ道を塞がれて屋根に這い登って逃げましたが、 屋根から屋根へ二軒回るところを飛びついて逃げ回るんですから、手の付けようはありません。姿を見た者はどんなことを言っているあだ名の通り黒雲が飛んでいるようだったと申します。黒い覆面をして体にぴたりとあったものを着ているためか、足の四根ある雲のような人間であったと申します。忍術の装束だな。 それが、ひさしへ飛びついたり、羽の影に隠れたり、恐ろしい勢いで逃げ回るんですから、手のつけようはありません。もっとも、黒雲の巣は、金杉橋から本芝までのうちで、薩摩様と海の間だということは前からわかっておりやした。あんまり人を舐めた仕事をして逃げるのだって、よくよく危うくなるまでは腰を上げませんから、仲間の者はいくどもここまでは追い込んでおります。 それで、後の手配はご覧の通り、まるで丸橋中夜の取り物ですよ。薩摩の家中の方はみっともないからと、夜が明けると引き上げましたが、その代わり、飛びの者が火星して、路地の入り口出口は申すまでもなく、隣があった両善寺と円城寺の境内、向こう側の正殿寺の門前、海への出口まで、あらゆる道という道。 抜け裏という抜け裏を100人近い人数で固めてしまいました。そんな話をしているうちに、二人は金杉橋を渡りました。あれ、あの通り。指さす方を見ると、全く火事場か百姓一揆のような騒ぎです。町も路地も屋根の上までも、獲物、獲物を持ったいっぱいの人。なるほど、これは大変だ。 この騒ぎが続いては町人も驚くだろう。ええ、お上のご意向にも関わることで。玄太は最もらしいことを言います。二。金杉四丁目の二平長屋は、木戸の中に向かい合って、六軒の長屋があり、奥は行き止まりで寺の池がき、木戸の外に家主の仁太郎親子が住んでいるといった、 その頃の江戸にはよくあった方の裏長屋でした。家主の二平は早く死んで、五家の奥湯は足腰も立た,たぬ病人。その養子の二太郎は、まだ二十八の独身で、親孝行もするが、派手な遊びもするといった、これも典型的な江戸の下町の息子です。これはこれは池田氏、ご苦労様で。 木戸の外に迎えたのは、見回り同心の北田金之助でした。五十前後のたくましい男で、若い池田大輔が、近頃町方の縄張りを荒らして、妙に手柄を立てるのが、苦々しくて叶なわないといった顔です。よく日に焼けた真っ黒な顔、長い鼻、いつも霊笑を含んだような唇と、鋭い金壺こが難物で、 相当の働き者らしいにもかかわらず、その頃の階級制度の鉄則に縛られて、株でも買わなければより気にもなれないのが、侵害でたまらない様子です。これは北田氏、お骨折りで、兵族黒雲をこの長屋に封じ込んだそうではござらぬか。大介は、謙遜な調子で尋ねました。 封じ込んだつもりで二度も三度も六軒の長屋を探したが、隠れている様子もない。北田金之助は苦々しく唇を噛みます。この戸道入ったものなら、いずれは捕まえましょう。ここへ癖者が入ったのを、誰と誰が見たのだ。大助は玄太に尋ねました。まだ酔いの口だったので大勢の者が見ておりやす。 街角だけでも五人や七人は商人になりましょう。黒い覆面をした変な男がこの軌道を入ってそれっきり出てこなかったそうで、現に。玄太は北田金之助の後ろにいる小柄な若い男を刺しながら続けました。現に、ここにいる家主の二太郎さんも町内の人たちと一緒に、くせ者の後ろ姿を見たんだそうで。 どうしてそれを追っかけて軌道の中へ入らなかったのだ大介は不意に言葉を挟みました。くせ者は軌道の中へ飛び込むと、すぐ内から閉めて山を下ろしてしまいました。町内の方が2、3人飛びついて開けようとしましたが、この軌道はご覧の通り丈夫にできておりますので、内から山を下ろすと容易に開きません。町内の人たち、神屋の吉兵衛さん、 魚屋の安子などが軌道を叩いたり揺すぶったりガタピシやっていると、そこへちょうど玄太親分も駆けつけてくだすって、大きな声で軌道の中の長屋の衆を呼びますと、一番とっつけの古道具屋の金松さんが聞きつけて、飛び出してきて開けてくれました。寒い自分でみんな戸を閉めているので、軌道の外の騒ぎも遠い大通りの看眉井かなんかと間違えていたんだそうでございます。 若い家主の二太郎は、なかなかよく説明してくれます。二十八というにしては若々しく、ちょいといい男で愛嬌があって、道楽強そうな見出しなみですが、あれでとんだ親孝行者で近所の評判は悪くありません。木戸はなるほど近頃改築したものらしく、柱も太く、戸も頑丈にできている上、上には忍び返しまで植えて、 裏長屋の木戸の戸にしては、不似合いなほど厳重です。その上戸締まりも、山の他に若木があり、大町人などのお勝手口の締まりに匹敵する念入りなものです。この木戸はいつごろこしらえたものだ去年の夏でございました。恐ろしく頑丈ではないか。中の六軒長屋とは少し不似合いだが。私もそう思いましたが、 奥に住んでいらっしゃるご老人の大原格右衛門様は恐ろしくご用心深い方で、両刀を束さむ者が俗に手ごめにあっては恥辱だし、長屋の者には毛が過ちがあってもつまらない。それに夜中の出入りのだらしのないのも面白くないから、できるだけ木戸は厳重に作ってくれるようにと再三のお言葉でこんなものを作らせました。大原様はお宅も戸締まりが厳重だそうで、 お武家というものはあんなに気のつくものかと、相がやの者が申しております。長人、分けても金のない者は、ろくに戸締まりもせずに寝るのに、両刀をたばさんだ武家が、思いのほか臆病だということが、され物で少し皮肉で、頭の良さそうな二太郎には面白かったのでしょう。この軌度は閉める国言があるだろうな。 私は木戸の外に住んでいるのでよく存じませんが、一番木戸の近くに住んでいる古道具屋の金松さんが、新明橋前の夜店で商売をして帰った時、四つ頃には閉めるようです。朝は金松さんの狼さんが、六つには開けてくれます。昨夜、せ者が逃げ込んだ時刻は五つ半頃でございました。その時分に金松が家にいたのか 四つでなければ帰らぬと言ったようだが、風の気味で休んでおりました。雨の降る晩など夜店を休むときは、金松さんはわざわざ出てきて四つに閉めてくれます。池田大輔の問いも行き届きましたが、若い家主、神太郎の答えも、はきはきと要領を尽くしたものでした。三。 木戸を入ると、右手に一棟、左手に一棟の長屋が、二軒くらいの道を隔てて相対しており、一棟にはそれぞれ、土間と他に六畳と三畳の二間の家が三軒ずつあり、木戸の内側左手には総井戸、突き当たりの池垣の内側には、夏はさぞたまるまいと思う大ゴミためが、寒中に陽炎を遊ばせております。 井戸はこの辺りのことでひどく浅く少し潮気があって使い水にしかならず飲み水は木戸を出て家主の仁太郎の家までもらいに行かなければなりません木戸を入って右側は古道具屋兼金松夫婦風がまだ抜けきらないそうでうんと気ぶくれてすさまじいガラクタ道具の間を縫い縫い入り口に立った役人に挨拶しております ご苦労様でございます。ひえひえ。四十五六の北地のような武将髭を生やした卑屈そうな男。歩く様子を見るとひどくびっこです。お前は昨夜、癖者がこの木戸から飛び込んだのに気がつかないのか。池田大介は新しい観点に立つために、北田金之助が不服そうな金壺こを光らせるのも知らぬ顔で、 自分から口を切りました。一個、存じません。へえ、風邪をひいて商売を休み、寒いから裏も表も閉めて、女房に卵酒をこしらえさせておりました。へえへ、私どもにはそれが精一杯の税でございます。それからまだ四つ前でございました。いきなり軌道叩く音がしますので、驚いて飛んで出ると。 軌道はどんな具合にしまっていた山が降りておりました。若木はかけてありませんでしたが。うん。それで軌道を開けてやると、住人ばかりの人がどっと路地へ入ってきましたんで、私は肝を潰しましたが、そのうち、家主の二太郎さんの顔が見えたので、ほっと安心したようなわけで、へえ。家主は大層評判がいいようだな。 仏家主でございますよ。二太郎さんは先代の二平さんの養子ですが、よくできた方で、親孝行で思いやりが深くて、家賃を六つ七つと貯めても嫌な顔一つしません。自分自身がその家賃を六つ七つも貯めてる口でしょう。この六軒の長屋で一番暮らしの楽なのは誰だ池田大輔の問いは、 露骨で成功法的でした。お隣の大田さん親子でございます。綺麗なのが二人揃っていれば、大抵のことには不自由しません。お前さん、そんなことを言ってお隣の師匠さんに恨まれたらどうする気だい初体崩しの女将、始終前後のおろくというのが、そばからお歯黒の剥げた歯を剥きます。お隣は何をしているのだ 師匠、師匠と言わせていますがね、小唄も踊りも教える様子はありやせん。いずれ、はたつの師匠かなんかだったんでしょう。渡たつの師匠というのは、江戸時代の師匠の一つの方です。暮らしに困っているものはないのかこの六軒長屋で。あとは、皆困るものばかりで、本とに筋向こうのご老人はお苦しそうですね。 古道具屋の金松の口から引き出せるのは、そんなことが精一杯でした。次はお隣の女女体。許せよと、池田大輔と玄太がぬっと入ると。あら、まあ、いらっしゃいませ。こういった調子、四十近いチューバーさんが真っ白に塗って、遠然と二人を迎え入れます。お前一人かいいえ、娘もおります。 これよ、キクヤ。ご挨拶申し上げな。母親の声に応じて、そのたもとの下から、いらっしゃいませと、二十歳くらいの娘が、それも愛嬌のいい顔を出しました。丸ぽちゃで、豊満で、典型的な娼婦型です。が、顔の化粧の念入りなくせに、身なりはそんなに結構ではなく、ことに母親の方の袖口の擦り切れそうな反転。 山の入った帯、膝の抜けそうな合わせなどは、なんとなく物の哀れを感じさせます。昨夜の騒ぎで何か気のついたことはないのかただびっくりしているだけでございます。この女二人は何にも引き出せそうもありません。話は違うが、お前たち親子は何を都政にしているのだ池田大介でなくとも、 これは誰でも一応は持ちたい疑問です。あの、少しばかりいたくわえがございますので。そう言われると、それっきりです。家主の二太郎はちょいちょい来るか。池田大介は、この派手な娘と、道楽者らしい二太郎とを、そっと結びつけて考えたのです。とんでもない。 あの方は私どもなどへ寄り付きやしません。神明の水茶屋へ入るのさえ恥だと思っている方ですもの。遊びにいらっしゃるのは四つでを飛ばして中ばかり。大介も、これ以上は押して尋ねようがありません。いい加減に諦めて外へ出ると、待ち構えたように玄太は。池田様、あの子の旦那は兄太郎じゃございませんよ。 一丁目の大阪屋の番頭が時々来るのを界隈で知らないものありやせん。二太郎は粋な男で、同じ遊ぶんでもあんな小汚い奥へ潜り込むようなことはしません。そういう玄太の言葉を、当の二太郎は路地に立ったまま、くすぐったそうにそっぽを向いて聞いております。昨夜その大阪屋の番頭は来なかったのかそれも調べましたが、 大阪屋の番頭というのは、一月も前から髪型へ行っているそうで。そう言われると、この手がかりもそれっきり、ぷつりと切れてしまいます。次の家には、大工の吉五郎と、その弟の倉地が、兄弟で男女体を持っておりますが、二人とも日光山ご修復に借り出されて、もう10日も前から日光へ行ったっきり、家主に戸を開けさせてみましたが、 寒々とした男女体で何の変哲もありません。路地はここで突き当たりになり、厚い池垣と共同ゴミためを隔てて寺の境内になります。人間がここから池垣を潜っていけないことはありませんが、境内はひどい下柱で、幾十日も人間が足を踏み入れたことがないらしく、犬の通った跡もありません。 4. これで右側の三元長屋の調べは済んで、次は左側の三元長屋。奥から順序にまず、老人者、大原隠衛門の家を訪ねました。ごめん。どうれ。すべてこの調子で、お勝手まで見通しの障子を物々しく内義に開けさして、主人の隠衛門、 敷居の上に真っ四角に一礼しました。拙者はお南の池田大輔、夕べのことを何かと受けたまわりたい。それはご苦労に存ずる。まんなりとお聞きくだされ。もはや五十七八にもなれでしょうか。見識だけはたかなかとじしておりますが、骨と皮ばかりに痩せて、洋羹色の継ぎだらけな羽二重の紋付きが、不断着になる凄まじさです。 後ろの苗木は、これも五十を越したでしょう。よれよれの合わせに、芯の出た帯、隠しようのない貧しさが、骨にまで刻みつけられている姿。家の中には目星うどもなく、何やら内職をしていた様子で、紙切れやら竹の串やらが散らばっているのも哀れです。おそらく、秋から冬にかけては熊手を、春から夏にかけては、 三文おもちゃなどをこしらえているのでしょう。協族黒雲がこの路地に逃げ込んだと申すが、お心当たりはござらぬかないや、少しも。拙者は家内と一緒にご覧の通り内職のおもちゃを作って、しばらくは騒ぎも知らずにおりましたよ。はっはっは。大原隠衛門は自分の貧苦を隠しようのないことを悟ると、 身を開いて家の中の手内職の山を見せながらライラクしく笑うのですあの軌道を通らずにここから外へ抜け出す工夫はあるまいかこれは無理じゃ寺の境内へ生垣をくぐっていけば別だがあの雪解けの庭を足跡をつけずに抜ける工夫はない大原角右衛門はさすがにそこまで見抜いていたのです 六件のうち、どこかに隠れて、木戸が開いて大勢の人が路地を入ったとき、その大勢の隙を狙って木戸から抜け出す工夫はあるまいか。これは無理でございますよ、池田様。木戸の外には見張りの下っ引きが二人と、町内の衆が三十人もおりました。この講義は玄太でした。黒装束の黒覆面の男が、大勢の目を免れて、木戸の外へ飛び出すなどということは、 全く不可能で、よしやその小族を始末したところで、木度に頑張った下っぴきや町人の衆の首実験は、間のかれようはありません。雪解けの上を砂か板で渡る工夫はないか、元太。いつか日学房の袋路地では石垣を登って逃げたくせ者ありましたが、ここにはご覧の通り石垣もありません。板や砂を張るにしても、 寺の軒下までは五六軒あるし、それに綱を結ぶところも板を隠す場所もありゃあしません。玄太は躍起になって寺の方へ逃げることの不可能を解くのです。自分の探索に落ち度があったり、自分の調べに重大な見落としがあってはならなかったのでしょう。浪人者夫婦の家の次は空き家。ここはよく調べたことだろうな。 住んでいる人間がないので、あまり念入りには調べませんが、とゲ太。それはのんきなことだな。池田大輔は空き家の戸を開けさして中に入ると、まず土間に立ったまま、一通り家の中を見渡しました。なんか変わったことがあるでしょうか、池田様。ゲ太は少し不安になった様子です。例えば、 あの桶が変な場所に伏せてあると思わないかこれでございますか玄太は家の中に入って、大介の刺した古い桶、畳の上に伏せてあるのをひょいと取りました。お<っ>中から出たのは、黒い布で作った覆面図巾と、怪奇な格好をした黒装束一色ではありませんか入り口に済まして立っていた北田金之助も、 思わず飛び込んできたのは無理のないことです。そういえば旦那、あのヘッつイが少し曲がっているのも変じゃございませんかヘッつイなどは何年も動かしたことがないのに、端っこから真新しい糸が少し見えているのは、腑に落ちないことですね。しただ金之助の後ろから伸び上がるようにこういうのは、家主の二太郎でした。そう言われてみると、なるほどその通り、 お勝手に据えた小型のヘッツイが少し曲がって、その下から床板の真新しいのが五分ばかり、端に覗いているのは、あたりのものの配置の金星を破って、ひどく不安定な感じを与えるのです。玄太、そのヘッツイを動かしてみろ。床板の下に何かあるかもしれない。へえ。玄太は早速ヘッツイに飛びつきましたが、 こいつは見かけよりは重くて、容易のことでは動きそうもありません。私も手伝いましょう。家主の二太郎が、外から入ってきて手を貸し、ようやくへっついを動かすと、その下の板が二枚ほどはめ込みになっていて、それを起こすと、下は厚板で囲った三尺四方ほどの箱になっており、その中には、財布や手分庫や風呂敷に入れたまま、 おびただしい金銀が放り込んであるではありませんか。なるほど。これは大変だ。北田金之助はすっかり面食らっております。箱の中のものをともかくも全部出させて、ざっと勘定してみると、小判だけが五百両余り。他に銀の地金と,金と砂金と取り混ぜて少々。あとは高貴な反物や骨董品などが、ただもう、 めちゃめちゃに投げ込んであるのです。やはり、ここが黒雲の巣だったのか。北田金之助は、すっかり興奮しております。このへッツを自由に動かしたところを見ると、泥棒には仲間がありますね。それは玄太でした。いや、へッツの下にひどく傷んだところがあるだろう。丈夫な手こがあれば、一人の力でも動かせるよ。 池田大輔は言葉少なに頭を振っております。ありがとう。お前のおかげでとんだものが見つかったよ。北田金之助はさすがに気がくじけたらしく、照れ隠しに家主の仁太郎に礼を言っております。この家には近頃まで誰が住んでいたんだ三年前に亡くなった親の代には職人が住んでおりました。虎吉という差し物師で、 それが死んで、おかみさんは小田原の娘に引き取られ、あとは、まじないや祈祷を都政にしている陳樹道という修験者が住んでおりましたが、棚受けも人別もでたらめと分かって、去年の春家を開けてもらいました。今はどこへ行ったか分かりませんが。家主の乳太郎にこう言われると。 このへっついの下に細工をした人間の見当もつかなくなります。5その調べは追ってとして、床下から取り出した金銀は、一応、おすきやし役所まで運び去らせ、池田大介、北田金之助の一行は、残りの一件、木戸を入って左側、路地を隔てて古金屋の家と相対した、 そういの前の家へ入っていきました。困ったことに、ここに一人で住んでいるおゆきというばあさんは、大変な金つんぼで、人の言うことは一つも聞こえませんが。にたろうは、鳥なし顔に言うのです。字が読めるだろう。とげんた。それが、全くの無学で、いろはの命もわかりません。 何しろ、とって六十ですから、今から手習いをさせるわけにもいかず、私の登園のもので、飼い殺し同様にしてありますが。そう言いながら仁太郎は、障子を開けて、手真似で老婆を呼びました。自分の鼻の先の障子が開いたので、ようやく気がついたものか、老婆はボロつくろいの手を休めて、土間に立った大介の一行を眺めます。 決してぐどんなまなざしではありませんが、つんぼによくある一徹のらしい表情で、固く口をつぐんだまま、気に入らなければ挨拶もしないといった固くなさが見えます。ばあさんや、お役人様だよ。二太郎は老婆の耳に口を寄せて、大きい声で怒鳴りましたが、老婆は二太郎の唇の動くのを眺めて、不思議そうに、 まばたきするばかりです。ゆうべ、何か気のついたことはないかえここへは誰も来なかったかえにたろうは、一生懸命老婆に口をきかせようとしましたが、長屋中に響き渡るような大声の問いに対して。何を言ってるだか、少しも聞こえないよ。 ガサガサした声で、それでも気の毒そうにこう答えただけでした。家の中のうどはなかなかに立派で、着物も食い物も相当に贅沢をしているらしく、これを当園の義理で二太郎が賄っているとすれば、誠に容易ならぬ善根です。池田大介の一行は、この老婆の尋問だけは諦める他はありません。 大勢の人数で見張っても無駄だ。二三人だけ残して、あとはみんな返すがよかろう。こう言って引き上げるほかはなかったのです。共族黒雲の巣はようやく見つけましたが、本人はどこへ潜ったかわからず、空き家から五百両や六百両を見つけたにしても、それは共族黒雲が去年の夏から処方を荒らしまって盗んだ、 おびただしい金銀と比べれば、わずかに十分の一に過ぎなかったでしょう。黒雲はどこへ行ったのだそれから盗んだ何千両の金はどこへ隠した池田大介は、独り言のように言いながら、玄太や千太郎と一緒に引き上げたのは、その日もやがて昼近い頃でした。 それから夕刻まで、金杉四丁目の二平長屋は、極めて静かに過ぎました。大勢の野獣馬も、飛びの者も,も全部帰って、二三人の下っ引きが木戸の外を見張っておりますが、それも全くおぎりだけで、木戸は鎌倉街道のように、大勢の人が自由に出入りをしております。その晩も過ぎて、明る朝。池田様 大変飛び込んできたのは玄太でした。どうした玄太何が大変なのだ大介は寒々として物の本などを読んでいたのです。とうとうやられましたよ。何がやられたのだあのつんぼのばあさんが殺されているじゃありませんか。何寸ンの老人が池田大介もさすがに驚いた様子です。 今朝あの長屋を見回って、つんぼのばあさんの家が開かないので、こじ開けるようにして入ると、中でつんぼのばあさんが締め殺されているじゃありませんか。着替えもせずにいるところを見ると、多分、酔いの口にやられたんでしょう。それは、大手抜かりだった。言うべきがつかないではなかったが、まさかと思って油断をしたよ。池田大輔の警眼は、早くもこのことあるを恐れていたのです。 昨日から分かっていたので。玄太はは,なはだ平らかではない様子です。いや、分からなかったのだ。そのため、仙太郎に言いつけて、あの老人はどこから来たか、身元は確かか、二太郎の登園のものというのは本当か、そんなことを詳しく調べさせたのだ。すると、あの老婆の身元は誰も知っておらず、二太郎の登園のものというのも怪しく、二、三年前まで、 浅草あたりで物もらいをしてきたということが分かったのだ。すると、どういうことになりましょう、池田様。来い。下手人をすぐに縛らせてやる。その代わり手強いぞ。つんぼの老婆殺しは、強族黒雲だ。池田大輔はそう言いながらも、玄太と一緒に金杉まで飛びました。そのおくせ者はどこにいるんです、池田様 二人は金杉橋を渡って四丁目の角を曲がっておりましたあれあの男だよ池田大輔が刺したのはちょうど二平長屋の木戸口を出てニコニコしながらこちらへ近づいてくる若い男家主の仁太郎ではありませんかご用途ばかり玄太は屋庭に飛びつきました何をしやがる 振り払って逃げようとするにたろう。神妙にせい。退路を経った池田大介は、その前に大手を広げていたのです。この鳥物は大骨を折らせましたが、大介と玄太が協力して、ともかくも縛り上げ、その時駆けつけた大勢の下っ引きに手伝わせて、晩夜に送った上、つんぼのばあさんの家を、 徹底的に調べさせました。天井裏も床下も念入りに探してみるがよい。ここに二三千両の金を隠してあるはずだ。もしこの家になければ井戸の中だ。そういう池田大介の言葉は気味の悪いほどよく当たって、つんぼのおゆきばあさんの家からと、家の前の総井戸の中から何千両の大金が 面白いほど続々と見つかったのです。軌道が厳重すぎるのも変だし、人別が怪しいと言って修験者を追い出したくせに、小敷婆さんを洗い上げて自分の貸し屋に済ませ、かなり贅沢に暮らさしているのも変ではないか。現にあの晩黒雲はあの家に飛び込んで姿を変え、後から追っかけて軌道を入ってきた矢印馬の中に潜り込んだに違いない。 姿を変えると、家主二太郎だから、誰も疑うものはないわけだ。ここまでは気がつきませんでした。事件が一段落になってから、池田大輔は、玄太のために、こう説明してやりました。あの六軒長屋の住人に黒雲がいなければ、家主の二太郎の他にはない。ところが、 六軒長屋の人たちにはどうしても黒雲らしいのはないのだ。大原という老人者は怪しかったが、金持ちの真似はできても、貧乏人の真似は容易にできるものではない。それから、空き家で私が桶の下から黒い覆面頭巾と小束を見つけると、戸口の外に立っていたはずの二太郎が、へっついの下が怪しいと言い出したろう。どうせ私にあの金を見つけられるものなら、 自分が見つけてそれを手柄にして、運よくば隣のツンボの老婆の家と、井戸に隠した金を助けようと思ったのだろう。恐ろしく気の回る男だ。でも、あの男は親孝行だったというじゃありませんか。それは偽物だろう。あれは養子だというから、母親とは義理のある仲だ。道楽でおしゃれや金遣いの荒い男が、 義理の母親に心から孝行するはずはない。あれもツンボの古事女を拾ってきて贅沢させておいたと同じ手で、孝行を売り物にするための細工だったことだろう。嘘と思うなら母親に聞いてみるがよい。孝行らしく見せて、内実はうんと意地悪かなんかしていたに違いない。半病人で身動きも自由でない母親は、それを人に言うことさえできなかったのだろう。 つんぼの老婆なども一応道具に使われたが、何かのはずみで物を言われると叶なわないから、虫のように殺してしまったのだ。あれが本当の悪人さ。この池田大輔の言葉は見事に当たりました。黒雲の二太郎は、親孝行さえも手段にするような、最も立ちの悪い泥棒だったのです。